はいどうもお疲れ様です。舞、まあ、姫大学特別講義でございます。今回はですね、月収100万を稼ぐために必要なことということで、ナミさんの方から、まあ作業量だよってことをお話しくださいました。そして後半では、まあパソコンが苦手なんだったら、まあパソコンで稼ぐことは難しいよ、みたいなね、ことをお話しいただいたと思います。まあこの二つに絞って、私からもお話ししようと思いますけども、そうですよね。やっぱり、ね、月収100万稼ごうと思ったら、作業量は、 ままあいいると思いますよ、うん、でいきなり月収100万の作業量を今日からやりましょうっていうのはこれは無理なんで最初は月収万万ととか2万の作業量でいいと思い思ますでそれができるようになったら、まあ、今度はね月収5万10万の作業量に変えていくということで自分の余剰時間に合わせたフェーズをねずん,ずん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 変えていくことで一気に別にね今月中とか来月中に月収100万いこうなんて思わなくていいと思うんですよ。 まずは自分の力量に合わせた余剰時間その時間をコントロールする自分自身それに合わせたまあ月収が出てくると思いますんでねやっぱこの自分の力量に合わせた月収そして力量を広げていってえー、稼ぐ金額をまあこうね少しずつ上げていくようにすれば1年後2年後月収100万いくんじゃないかなと思いますまあ折しもですけども今月の11日難病でですねえー、かなり えこう苦しんでいらっしゃったシングルマザーの方、お2人のお子さんを抱えて、離婚後、50代え半ばに入って、ですねうつ病にもなって、はもう自分はダめなんじゃないかなという中で、ベッドの上から月収100万を1年がかりで達成した方が私の塾生にいらっしゃいます、4月11日、その方とのまたね、ズーム対談、難度メーカーになるんですけども、今回はね、月収100万を突破したということらしいです。 顧客取引人数1000人以上です1000人とのお客さんとのやり取りをしてこの売り上げですよ。ね。だから月収100万目指す方1000人の方とのやり取りしてますかやり取りっていうのはメールが1本来て返信しましたで終わりじゃないんですよ。1000人の人の問題に寄り添ってその解決に対して何をしたかっていうそのサービスの対価が100万円ですよ。作業量いりそうでしょつまり月収100万っていうのは こういういい人がライバルにいるわけです,よですんで私も含めてナミさんも含めてこういう人以上の作業料をしてますかってことがまず一つの指標になりますはいえー、そしてですねうんやっぱりねパソコンが苦手な人ね、うん、得意な分野で稼げばいいんじゃないですかもしくはパソコンが苦手でも得意になっていけばいいんですパソコンが苦手でも大丈夫でしょうかって苦手なまんまではダメですよ 苦手な人がだんだん得意になっていくからパソコンで悩んでる方が相談を持ちかけてくれるんでしょだからねネットで稼ぐってパソコンで稼ぐわけですからパソコン苦手な人がネットで稼げますかっていうことですよ。私は野球が苦手です。この人プロ野球で稼げますかねプロになれますかねで,で私は計算が苦手です。会計士になれますかね 私は人見知りです、ね、相談員になれますかねだから得意な分野で勝負することと得意を作っていくこと、ね、この辺意識するべきじゃないかなと思うんですよ何にも自分の能力開発をせずに人からお金をもらいたいって人それは無理ですよ人より優れたから行ってみればその,その力を持ってない人が来てくれるわけでしょ 何でもそうだと思いますよね自分にはできないことを解決してくれそうだから相談が来てその相談が解決に向かうからギャラになるわけですよそこはまあ,あの動かないんじゃないかなと思います以上ですありがとうございました